どうもドラマツヒローです。今日もよろしくお願いします。前回に引き続き気になる嫁さんのドラマ素敵見どころをお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。気になる嫁さんはめぐみが主役なんであるけども、それ以降の作品とちょっと違うのはやはりね、群像劇なんですよね。清水一家の話なんですよ。40話の中ではもちろん父親のロノスケを中心とした話、長男のテルマさんの中心の話、そして次女のサヨコの話、そして力丸の話、そしてバーヤの話もあるんですね。それぞれ中心の話があるんですね。これも見どころですよね。特に印象深いのは長女のサヨコの中心の話ですよね。サヨコはね、別に結婚願望はないわけじゃないけども、なかなかいい縁がなくてですね、まあ独身でいると、まあ今で言うとね、決して年はいってないんですけども、当時の結婚適齢期としては過ぎてるという設定なんですね。最初は自分の勤めてる、まあ、社長とちょっとこう恋仲みたいな話があるんだけども、結局それは特に進展しなかったと。そして途中でですね、元戦場カメラマンだった竹山がその戦場カメラマンを辞めてラーメン屋の屋台をやってるんですね。それで竹山と出会うわけです。で、結局2人はですね、急接近してですね、将来的な結婚しようとまで行くわけですね。ですけども、この竹山が実はみたいなですね、ことがあるんですね。竹山さん死んじゃったよ。ダンプかな、いきなり歩道に突っ込んできたんだって。竹山の死を受け入れられない小夜子は竹山のラーメン屋を一人で続けようとするんですが、無理がたたって風邪をひいてしまい、家族にも止められてしまうんですね。それでも無気になる小夜子に竹山の死を受け入れて幸せになってほしいと文彦が。やめてください。姉貴のためになるんだよ。そうなんだ、姉貴ちゃん、姉貴になってろよ。ラーメン屋の屋台を思い切って燃やしてしまうんですね。少しは自分を取り戻せよ。俺たちだって兄貴の辛さは分かってんだ。しかしな、それを見てる俺たちだってなお辛いんだよ。分かんねえのか。さやこ、大事な屋台焼いてしまって、でも誰かいつかこうしなきゃならなかったんだよ。さよこさん、泣きたいんだろう。泣きたい時はどんどん泣けよ。これは結構ね、さよこさんのエピソードとしては非常にですね、印象的なエピソードなんです。どうやって幸せになっていくか、これを見ていくのもね、気になる嫁さんの面白いところですね。兄貴、姉さん、山本さん同様ですね、石田ドラマには欠かせない脇役の一人である山田五一さん、非常に真面目、堅物なぐらい真面目というですね、
テルマサを演じてるんですけども、テルマサもですね、最初は独身で、めぐみに非常に気になる存在なわけですね。でも諸事情で結局結婚することになるわけですね。一冊ドラマシリーズを通してですね、一冊哲夫と山本志子のこの掛け合いというかですね、これが非常に面白いと言ってましたけども、もう一つ山田剛志さんとね、藤間ナフィアのこのね掛け合いもね非常に面白い。だけどあの社長さん独身だなんて素敵じゃない？八重子さん、いくら美濃浦さんが独身だからといってあなたが目の色変えることはないでしょ？だってあちらはあの若さで社長なのよ。それに比べてテルあなたは？そうですよ。どうせそうです。あなたの亭主はうだつの上がらない万年係長です。これがね、この後の雑居時代でのまたね、山田剛志さんと富士さんとの掛け合いにもつながってくるんだよね。せっかく結婚してあげようって言ってるのに。してあげる？そうよ。そしてもう一つ、重要なことがあります。お手伝いの玉さん演じる浦部久美子さん、この金田嫁さんでは影の主役と言ってもんじゃないかぐらいですね、非常にインパクトがあると。今の若い方は知らないと思いますけども、僕ら世代だったらもう知らない人はいないと。なぜかというと、やはりこの浦部久美子さんのモノマネを芸人さん、例えばあの片岡鶴太郎さんとかですね、よくモノマネするわけですね。一番有名なのは旦那様っていうわけですね。旦那様、大変でございますよ。このですね、婆やですけども、長年ずっとこの殿助の奥さんですねが、ご存命の時からですね、ずっと、この兄弟がもう子供の頃からずっとこの家でお手伝いさんとして働いてるわけですね。奥さんが亡くなった後はある種母親的な存在としてこの兄弟を見守ってるわけですね。結局兄弟もこの婆やに対してですね、きつく言ったりするんですね。でバーヤもそれに負けずにですね、小言言ったりするんだけども、肉親だと思ってるからこそ言いたいことが言えるというですね。サヤ子に言うなら別だけど、悪いけど私はうちの中の仕事に向いてないの。だからお嫁に行きそびれちゃって。何ですって？もう一度言ってごらんなさい。私はいつでも出てきますよ。こんな手数のかかるうちってありゃしないんだから。容量が悪いからよ。よしなさいったら二人とも。清水家の男たちがめぐみをひいきにするので、バーヤが自分の家族のところに帰ってしまう回もあるんですが、私が永久に引き取らせていただきます。バーヤ待ってたんだよ。いや俺たちね、もうバーヤが帰ってこないんじゃないかと思って、もう胸がドキドキした。バーヤ、わしもどら焼きのことはもう何にも言わんよ。旦那様、どら焼きがどうかしたんでございますか？お父さん、話を複雑にしないでくれよ。本当だよ、ばあや。よく帰ってきてくれたね。本当はね、私も当分お暇をいただくつもりでおりましたんですけど。また子供たちがね、そんな年をして何も人様のうちで働くことはない、みんなで隠居所を建ててやるから出て行かないでくれって。そりゃもうあなた。そうだな。私もね、めぐみさんもいることだし、子供たちの言う通りにしようと思ったんですけど。ばあや、そのめぐがひどいんだよ。ばあやがいなくなったら急に威張り出してね、ばあやと同じ給料を出せのなんだのと。まさか。いやね、その文句タラタラで作った料理がまずいのなんのってな。だって力坊ちゃまは今後一切めぐみさんに作ってもらうって。ばあや、ばあや、わしはもうあんなまずい飯なんか飢え死にしたって食わんぞ。頼むよ、ばあや、この通り。あ、情けない。これじゃあいつになったら楽隠居できることやら。あ、情けない。とても感動的なんですね。あとは何といっても兄弟のやり取りがとてもいいんですね。それではノーカットでお楽しみください。ふー、宮に気がいけないんだ。バカ、ふざけてる場合じゃないですよ。文彦、いけませんよ。なんて言い方ですか、借金の方だなんて。いや、だから僕は別にそういう意味じゃなくったって言い過ぎだよ、お前の。そうだよ、めぐみちゃん出てっちゃうかもしれねえぞ。え、
そう、大変なことになりますよ。大変なことに。俺ちょっと見てくるよ。ダメ！なんで文兄貴はダメだ。俺が言ってくるよ。ダメ子供引っ込んでろ。子供ってそんな兄貴だけいいか。子供だってね、俺が行くよ。俺が。めぐみさん、いや、めぐみちゃん、めぐみさん、めぐ、なめぐ、誤解だよ。俺は別にそんなつもりじゃ。ただ、例えばの話として、ほんの冗談に言った。なめぐ、分かってくれ。めぐみさん。ふみこの言うことなんか気にしちゃいけませんよ。そう、大体ね、ふみ兄貴はそういうやつだったからね。ふみ兄貴の言うことなんか、うるさい。めぐ、当事者は僕なんだよ。当事者同士で話し合おう。なめぐ。やれやれ。兄貴たちのせいだぞ。責任取ってくれよ、責任を。そうだよ、いくらね、方言時代とはいえ大臣の真似なんかしちゃいけませんよ、大臣の真似なんか。おかしいな、なぜこんな話になったのかな。そうなんだよな。さっきからね、そもそも何の話だったっけ。頭悪いね、兄貴たちは。なんだ。二人でね、食い道を入れるの入れないのっていう話からなったんじゃないか。そうだそうだそう。じゃあお前に発言権なんか何もないじゃねえか。あ、そうだ。いや、そうだよ、お前なんかまるっきりなんだ。エロ、いけよ。そんなこと言ったこいつ。ブレイムの。そんならね、めぐみちゃんの責任も二人で取ってくれよ。え、なんだ。だってさ、二人で食い口を入れてんなら二人の責任じゃねえかよ。いや、ちょっと待ってくれ。そう興奮するなよ。お前はさっきから二人って言うけどね。食い口を出さなきゃならない奴はね、このうちにはね、三人いるんだ、三人。そのもう一人はだな。はい、ということで、まだまだ話し足りませんが、お時間が来てしまいました。ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回もどんどんお話ししたいと思いますので、よろしければまた水曜8時にお会いしましょう。さようなら。